なんとね、やばい中古車入ってきました。まあサムネイルにもバレてますけど、富士のフェザーね。でフェザーっていうと僕の中でヤマハのバイクなんですけど、あのね、なんかネイキッドっぽい感じで、まあカウルがあるやつなんですけど、そのフェザーが、まあそれじゃない、あのそのフェザーが入ってきます。サイズが52のサイズで、定価は今見たら89,100円になってます。サムネイルはフラットバーになってますけど、ドロップハンドルとドロップハンドルにつけれるレバー付きで販売します。状態がめちゃくちゃいいです。で防犯登録解除済みです。適用身長が170センチ前後の方に向いてますと、はい、それでは紹介します。で金額ね、ちょっとね、いろいろ迷ったんですけど、どうしようかな。さすがにちょっと3万円はね、ちょっと安すぎるので、5万5000円でどうでしょうか。はい、5万5000円です。じゃあじっくり見ていきます。で適用身長が170前後の方、まあ、170以上あった方がいいかな。そんなにね、てか全然多分乗ってない、去年の11月に買ったってたかな。まあこの辺はちょっとあれか、ベルついてます。ノブの追いベルか、こういう感じね。全然 OK でしょこれ。リムマッタ全然削れてないし、はい、5万5000円です。クランク杉野ね、杉野だけど多分 R3 メッセンジャーとかじゃないだろうな、これ富士のね。フェザーなんか流れる感じ。これ傷かな、これ模様か、サドル。これね、なんか昔のコンコールみたいな感じですね。サンマルコのランス・アームストロングが愛用してたサドルにちょっと似てます。タイヤは、まあ、若干これひびじゃないから、まあひびあるけどまだ大丈夫そうですね。3ヶ月ぐらいは乗れるかも。で詳細は富士のあのホームページ調べてください。このギア比とかね、フリーギア付きで固定ギアはなし、あとスタンドついてます。これ通勤にいいんじゃない、これ。これも付き、これがこれつけます。これ、まあ、いらなかったらいらないって言ってください。これつけますね。傷ないんじゃないかな。だいたいね、これ乗った方がサーリーのスチームローラーとか、いけね、俺岡本大夫店さんにフロントキャリー合うやつ探してくれって言われてた、忘れた、今思い出した。そうスチームローラー乗ったりとか、ビッグブロックの乗り換えたりとかしてましたね。あ、ここにちょっと傷がありますね。でも全然 OK でしょこれ。全然 OK で、もうほぼ新品じゃないですか、この辺ネジとかね、ネジとか BB の、まあ、新品ではないけど、買ったのが11月2日って書いてある。僕の誕生日の4ヶ月後ぐらいですかね。全然絶対っていうのが入ってきましたんで、こういう、まあ、購入規模の方はエレファントサイクルの公式 LINE までお問い合わせください。一旦ね、もうこれ動画撮って写真撮ったら、あのお店の倉庫に持っていくので店頭にはないので、見たい方はあのできれば2日ぐらい前にちょっと見たいんだけどみたいな感じで言ってください。はい、一応県外発送 OK です。ペダルついてないです。でもし県外発送する場合は、送料がね、全国一律1万5000円でやりますので、はい、ちょっとケーブル長いね、これね。はい、それではご連絡お待ちしてます。よし、写真撮ろう。